はい、ドーンということで、実況第2弾をやっていきます。前回はですね、この瓦礫を見ての通りネメシスの魔の手から逃げてきたというところで、ジルちゃんね、もうこれすでにこの引っかき傷が T ウイルスじゃねえかっていう感じがするんですけど、まあその続きからですね、やっていきたいと思います。まあこの先のちょっといったくらいまではプレイしたことがあるんですけど、ここでブラッドと出会って、ジルこちら、ブラッド、こんな声だったかな、まあいいや。You okay? 大丈夫か、あいつ何なの、さっぱりわからん。だがスターズの生き残り2人を決死にかかっているのは確かだ。君と俺はな、こっから逃げないと。街を見てみろ、ここにいたらもっとヤバい目に遭うぞ。いつのにこの状況に。1個突っ込みたいんだけどさ、ブラッド明らかにこっちに逃げようとしたよね。なんでまた道戻ってんの、あんたどっから来たんって話ですよね。フリーデリバリー、ああ今の時期にはね、まあ、この頃にはウーバーなんてなかったでしょうけど、ここら辺とか周りやっぱりね、なんかその武器が手に入る前だからじっくり、何あ、そっかヘリコプターがあったんだっけ、デミット、ああそっか走れるんだった、忘れてた。これが現実なの、こんなに大勢感染するなんて、気をつけて、ブラッド太ったよな、なんて数、抱かれるならどの男、ちょっと無理かな、ばあちゃん後ろでクスクス笑ってるやん、ダン、多分それをしてなかったらこれ引っかからなかったんですね。当たってないゾンビが来ちゃったんだよね。ノー、落ち着いて、一緒に逃げるのよ。いや、なんか分かってんだろ。いや、分からないわ。Are we still a team? Always. Then do me a favor. Don't fuck up like I do. ああ、俺みたいにしくじるのか、今。俺みたいにしくじるなっていうところが、なんか、おたまじゃくしになってんだろうな。ごめんなさい、ブラッド。戻れないかな。どうかな。じゃあ、先進みましょう。悲しい別れもこんな感じで軽くていいのかな。これでも、まだ感染してるか分かんないけど、これあれだよね。もうブラッドさんお役ごめん。これでもねえ、これいけるな、よし行こう行こう、逃げるオープン、ノー。これがね、これ今だからもわかるんですけど、これこう最初ゾンビと戦っちゃったんですよ。でこっち行くもんだと思ってね、こうガーって行こうと押したんですけど、これ怖い、あ、後ろからもゾンビ来てたっけ、2匹も。いや、ここくぐれば OK と。これ初プレイの時分かんなくてね、ここで死んだという。で、進んでいきまーす。これちなみにここにいたら、ゾンビは、まあいいのか。ほい。さっさと行きましょう。でね、なんか困難したらなんか早く進めるとかあるらしいんですけどね。まあそれはいいでしょう。このおっさんが面白いんですよね。Don't come any closer! は？救助だと？俺はこっから出ないぞ。この中がどこよりも安全だ。で、これなんか喋れるんですよね。で、こんな状況なのにちゃんと名乗ってくれる優しさね。助けるふりして、俺からこの場所を奪うつもりなんだろうって。他を出るお嬢ちゃん。お嬢ちゃん、そこに反応するジルもなんか短気だよね。力になるわ。そうかよ、警察はいつもヘマばかりしてるがな。まあ、所長が主にヘマしてると思うんですけどね。やつら、いや、逮捕はしないかな。どこにも行かない。Eaten by one of those undead monsters. Now leave me alone. これ、このダリオロス、おーおー、これ知らなかった。え、これ待って、ちょっと待って、2だったらこれ出てくるんで、ほいほいほい。おお、びっくりした今の犬。
あれは知らんかったな。ピペーン、あそこまで綺麗に行くのにそれからすり抜けられないっていうね。ちなみにこのゾンちゃんって出てこれんのかなとか、どうやって感染したのあんたそこにって感じなんですけどね。ほい、うわ大ファンで、これは確かね、こうちょっとぐるっと回っていくといけた。よし、ボタンをポチッと押して、これお胸が使えると思うんだよね。これ使うね。これジル腰に手当ててっけどさ、こう出た先にゾンビがいるっていうことは考えなかったんだろうかね。まあいいや。さ、カプコンお決まりの。はい、乗ります。乗ります。ルパンのネタだと逆に降りますってのがあるんですけどね。まあ、ここも構えるんですね。よいしょ。やっぱりね、お決まり。ドン。これ、思うんだけど、ジルの皮膚硬すぎね。ね、あ、ここ好き、ここのこのこのドゥーンって音好き。謝る割には扱いが雑。あ、これ、あ、間違えた間違えた、危ない危ない。このドゥーンってかっこいいよね。なんかターミネーター感が、ターミネーター感があるというかね。マイチャンピーチ、おい。これも覚えてる。あの初プレイの時にこれホールドって書いてるのに連打して何回も殺されるっていう。うちなんでクリアできないのかわからなくて3回くらい繰り返したのね、確か。うん、すげえ服シワシワなのにさ、こう体に傷も残ってないわ、服も破けてないわでさ、相当すごいよね。で、帽子が何より落ちないのがやべえ。なんか粘着でもしてんのかな。この距離で爆発したらまあ無事で済まないよねてか冷静に考えたらさ、ネメシス燃えてんのになんでジル燃えないの。当てた、陰謀ちゃん。それでクリアでいいじゃんっていう話なんだけどな。てかなんで一発目あれ受け止められたのに。すごいな、よくわかんないけどさ。あー、やらしい、腰つき。よし、もう大丈夫だ。だといいけど。この先に生存者を集めている。この先って？地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。安全だ。I'm fine. 大丈夫。Personal space. 過保護すぎか。そうか、分かったよ。よし、行こう。って言ってこう、やっぱ戻るのがセオリーだよね。なんかゲームのその梅田ジャパンさんっていうんですかね、っていう方がやってるのとか見てたらこうあったりするんですけど。もうボケに来てるやん、アンブレラで、アンブレラのマークっすよ完全に。で、なんかアイテム落ちてないのかな。うわっ、ああ、まあいいや。そっか、弾補充できてなかったのか。で、お、なんかいけない、いけない、アイテム何もなしか。これよくあるよね、なんかあの1ドル入れてなんかあの新聞とか手に入れるやつ、セントラルなんちゃら。あれ、カルロスなんてね。これ完全エイリアンだもん。明確な意思を持って行動してる。好みじゃないか。お断りをあなたに譲る。さて、ここまで来たら安心だ。俺らはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称 UBCS。 アンブレラ、ちょっと冗談でしょ、あなたたちこの全てを引き起こっちゃう。何をつけよ、何のこと。
But I'm going to shelter. だがまずはシェルターに行こう。You coming? Nah. Come on. This way. まだ何もない。キロバイツ。これはアインシュタインと、これは誰だっけ、名前がショーン・コネリみたいな。で、これは化粧を塗り忘れたジョーカーみたいなね。うん、これ完全にターミネーターでしょ。それから、エイリアン再び。エイリアンとターミネーター。で、これがビッグ E。まあいいや。ここから叩きますね。隊長、このレディーが助けがいるそうだ。このレディー、ガルロス、お前は彼女の名前すら聞いてないのか？彼女はラクーン市警の特殊部隊で、特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前は、なんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ナイス。ああ、よろしく、ジル。UBCS 隊長の、小隊長のミハイル・ビクトールだ、間違えた。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう、それで状況は？この町は完全に分断され、孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなく、ゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ、我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば、生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。わかった。力になる。市民のためによ。あなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民だ。Thank you, Jill. ありがとう、ジル。Alright, Super Cop. じゃあ、スーパーコップさん、持っていきな。これで連絡が取れる。I know what a radio. 無線くらい知ってる。Okay, first things first.まず大事なことから。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ。そこにある。わかった。置くなら何でもった。おい隊長、こりゃまたひどい傷だ。ちょっと一個。ガスリ傷だ。どうってことない。あ、救急スプレーある。救急スプレー。救急スプレーちょうだい。これずっと見てたらどうなるんだろうね。知らないんだよね。なんか反転がなさそうなので無視します。なんかないかな。お、UBCS 式弾薬調合法。UBCS 式弾薬調合法。戦場ではたまらし野郎、たまらし野郎だ。知りたくない奴は黙ってこのレシピを頭に叩き込み。ハトガン、ガンパウダーかける2。ショットガン、ガンパウダー&強化火薬。マグナムだ、強化火薬かける2。準備ができたらパーティーに出発だ。下野郎どもにごちそう食わせてやろうぜ、食らわせてやろうぜ。間違っても自分がごちそうになるんじゃねえぞ。はあ、アホですね。この人たちと普通にさ、なんかできたらいいんだけど、全然出てくる気配ない。この手前の お兄ちゃんとか、なんかめっちゃ格闘とか、なんかカポエラとか使えそうじゃないです。まあ、カポエラとか使ったら頭ハゲてきそうな感じ。まあ、ハゲてるか。はい、いいか。で、まあ、それはいいとしてですよ。ああ、さっきと同じですね。で、ターミネーターのやつがめっちゃあるな。確かここにね、もう一つ、あった。ほい。タブライド紙の一面。恐怖の食人鬼事件。
近々で恐怖の食人事件その真相に迫る。9月25日未明ラムズ美術館北側で不老者風の男に通行人が襲われているとの通報が RPD に入った。駆けつけた警官が付近を探索捜索したところゴミ捨て場で女性の残殺死体を発見。遺体に残された数十箇所に及ぶ髪跡や四肢の一部の欠損という特徴は食人行為によるものとみられる。本日に入り同様の事件は少なくとも3件発生している。この食人鬼の正体は一体何者か。本誌ニュースコメントはスペンサー記念病院で無償治療を受けている奇病患者が夜な夜な食堂で人肉食の宴を催しているのではないかと推測。やべえな。スペンサー記念病院に潜入した記者が極秘調査を行いグロテスクで恐怖に満ちた真相を明らかにした。この衝撃のスクープ詳細は2面以降で。読めないんかい、読めないんかい。これ今気づいたけどなんかアリスっぽいよね。あのバイオの映画の方の主人公ですね。おお、気づいたらもう15分も経ってる。じゃあそろそろ確かジル、俺だ。地上に出たか。今向かってる。で、作戦は？俺は路線の瓦礫を撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら、俺が変電所までナビゲートする。急ぎましょう。なんか自分でこうさ、なんかいろいろ喋ってなんか情緒不安定なやつみたいな気がしてきたよね。で、ガンパウダー。で、ガンパウダー。で、違う。武器をこう持ち替えて、あちょ。で、レッドハーブ。で、アイテムの組み合わせ。ここ、この、あ、違う。このあたりは、お手の物。OK。で、まだ今はいらないと。で、ちょっとセーブ地点があるので、そこまでにしようと思います。あ、読んじゃおう。イビシエス式ハーブ調合法。これ同じだね。イビシエス式ハーブ調合法。かすり傷ごとり気で拠点に戻ってくるのは坊やはママのおっぱいでもしゃぶってろ。そうじゃないタフガイは薬の調合法を頭に叩き込め。そこそこ効く薬、グリーンハーブ ×2。かなり効く薬、グリーンハーブかプラスレッドハーブ。もしくはグリーンハーブ ×3 だ。キュークスプレー、自力調合不可能。見つけたら拾っとけ。以上。さっさと終わらせて冷えたビールでアデュー。サイドパックってここで手に入るの？あ、これもしかしてあれなんか特典で手に入るやつ系なやつか。あー、弟が手に入れてくれてたのかな。まあもらえるもんもらっといちゃいましょう。じゃあゲットで、アイテム。わお、なんて夢の世界だけど、これを手に入れたら多分ゲームのバランスが崩れるし、面白くなくなってしまいそうな気がするから、とりあえずこいつらを預けて私はこれで戦う。え、これだけ本当に、まあ、これはなんか手に入るからいいんでしょ。でこれも あれだからいいよね。え、何今なんかカカカカカって言わなかった。誰かいる？てかここ塞いでてさ、こっち開いてるって何の意味もないよね。逆の方がいいんじゃねっていうね。まあいいや。ということで、今日はここまでにして、セーブデータめっちゃある。これ消したら怒られるかな？下まで行かなくちゃいけないのか、めんどくせえ。まあいいや。じゃあ、ここにセーブして、保存しておきましょう。ということで、今日はここまでにして終わりたいと思います。はい。ということで、次回から、ゾンビパレード始まっていきますよね。この先のね、ちょっとしたその、なんて言うんだろう、体験版が終わるくらいまでは、やったことがあるので、まだしばらくはね、やったことあるところが続くんじゃないかなというふうに思います。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。